こやってこ続き続きな絵本の場所から、はい、おはぴよどうもひなぴよです。どうもドリース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 。ここは何 VA って書いてない VA、うん、バーチャルアイドル今時要素入れてきたうわ枯れてる不気味だな、うん、私ここプレイするの嫌だな、うん、ちょっとドリちゃん代わってくれ。いいよやった。なんかあったらごめんね。いいよセーブしてるから大丈夫。ここなんだろう、うん、でもなんかそんなにこの絵柄だとさ動いてもそんなに怖くない気が。あ、うん、不気味ではあるけどね。誰かの肖像画、うん、誰の肖像画、うん、誰だろう。本だな。何これ絵本ばっかり、うん、やっぱこれメアリーのさ絵本の世界なんじゃない、うん、違うのかしら。メアリーが描いた、うん、びっくりした扉だったメアリーが描いたってことかな。めっちゃいけないの、うん、いろいろ回ってみるか。うわびっくりした。あの具合はねあれだね。うーい、わーユキはリアルなんだ。これイブちゃんじゃないの。ほ、うんとだやばってことだ。あもうこういうのはちょっとリアルなのね。うん動いてますね。ダメだな、うん、でも当たったらダメージ受けるな、うんうん、おんよく見るとドアに文字が書いてある。ピンクの建物に注意書きがあるよ、それを読めば開くドアです。おなるほど、ずいぶん親切なメッセージね。逆に怪しく感じるわ。それなこの中になんかいそう。うん、うん、これ、うん、注意書き、あーそれか。部門の鍵は必ずおもちゃ箱にしまうこと、うん、おもちゃ箱、そこに鍵があるのかしら。探してみましょうイブ。こんなか入ったっけ。あ鍵かかってる、 かかってる。これ読んだから入れるんじゃない、あそこの部屋。あーそっか、セーブする一応しようか、うん、一周しちゃったわ11やるか、うんうん、また大事なセーブデータは6ってメモしとくから。オッケー。あれはなんだこれは。なんだこれ。あ、でんでんでん。多分コートハンガーねこれ。うんうん。うんうん。赤い果物のようなものがある。リンゴかしら。バケツがある。へえ。持っていこうか。ちょっと先にこの横のウサギ調べていい。大事な。ウサギのぬいぐるみ。特に関係なかった。バケツ持っていきます。オッケー。六。バケツを手に入れた。後ろなんかないのか、なんもないの。うわぁ、イブ、ギャリー、どこにいるの。隠れた。うわ、ナイフ持ってる。あぁ怖っ。襲う5秒前これ。あ、動かない、うん、あ、でもなんか悲しそうな顔してるの、うん、悲しそうな顔するんだったらさ、うん、ちょっとパレットナイフ捨ててくれませんかね。それとりあえず武器を置け。置け。今のってまさか追ってきたんだわあの子。やっぱりここ絵本の中だな。ドアの音ねえびっくりするでしょ。そう今までの音と違うからさ、うん、びっくりしちゃう。どうすればいいんだっけ。上っっまだ行ってないとこ行くか。上って行った。行ってない多分、うん、あーなんか不気味なところだな。鍵、うん、かかってる。うわなんだ、なんか来そうだぞこれは。ブーンって。あ凍ってて開けられない。なんだ。ブーンって来そう。ブーン。ブーンって来る。ブーンって来なかった。来なかった。あこいつ人間だ。うんうん。右行こうか。よし。うん、あー怖い、うん。精神的にすり減られる、うん。おお。なんか来そう。ここ水じゃね？水あ違うかな。バケツ組めるかなと思って。バケツじゃねえわ。バケツは組めない。ああ、本当だ。頭いい。池がある。触ってみようか。うん。水が生温かく感じる。じっと見つめる。うん。うん、イブ、ぼーっとしてそのまま池に落ちないようにね。せやな。かわいいね。うん、水を組む。うん、お、水を組んだ。水組んだ。何するんだろう、ね。どうするんだ。まあちょっと行ってないとこ行くか。下行った？あと全部行ったか？ちょっとまた戻る最初の場所に。とりあえずセーブして。うん、あ、ここ？ん？これ花瓶。あ、うん、5個あるから。水。らない下？下。
右、ここは鍵、そっちも多分鍵がかかってた、うん、右かな、右、うん、そっち行ったら多分蝶々のエリアに行くからだよね。右なんかあったっけ、水、この家でも入れたしな、あ、うん、あ、待って、これか、うん、これだけど帰り道もなくなってる、うえーえー、あー、なるほどね、咲いた、でどうすんの、咲いたけど咲いて、あ、何か、あ、美術館の鍵、鍵、オッケー、美術館ってどうすんだ、サンキュー、あ、ここじゃない、なんかパレットが書いてある、よいしょ、おー、なんだかわいいな、なんかギャリーさんのだけ、うん、あのバラの花びらが落とされてるけど、おー、かわいそうだ、うん、パンドラズボックス、英語だかわかんない、うん、箱がある、パンドラの箱ね、パンドラの箱って開けちゃダメじゃなかったっけ、うん、開けないでおこう、あら、開けなくていいの、じゃあ開けようか、なんか怖いな、うん、開けてみる、なんだなんだ、進んだな、なんか、うん、何だったのかしら今の、何で、あら、箱に何か残ってるみたいよ、うん、小さな鏡、ほう、鏡か、この鏡が希望になればいいけどね、うん、うん、メアリー、うわー、いるじゃん、キモいわ、調べなくていい、うん、いや大丈夫、あ、こっちに出るんだね、あ、一緒に移動してただって今こっち行けなかった、あ、なんかあれ、ちょっと大丈夫、大丈夫かな、何、 え、もうこれ以上先行けないの、何、バグ、そんなバグバグ見つけた、マジか、へえ、あ、なんかキモいのがいるよ、 あれダメ、わかんない、調べた方がいいのかな、おっ、すっげ、あ、ダメ、いけ、よいしょ、蝶々が飛んでる、この蝶々、羽に目玉模様がついてるわ、おお、え、だ、だけ、それだけ、それだけ、終わり、終わり、うん、こっちは行ったな、え、すごいわ、びっくりだわ、もう、お、なんかある、太陽が出てる、太陽の光が当たって暖かい、ギャリーと話す、いろんな絵が動いたり飛び出したりしたのを見てきたけどさ、なんか絵が動くことに驚かなくなっちゃったわよね、こっち驚いてる、本当だったらありえないでしょ、私たち驚いてるんだけど、驚いてるよ、トリックアートも目じゃないわよ、これ何種類かあんのかな、パターン、うん、あー、パターンね、あー、暖かいわね、でもこれ偽物の陽光よね、うんうん、早く本物の空の下に出たいもんだわ、うん、本当に、ああ、見てよイブ、私の時計壊れちゃった、今朝までは普通に動いてたのにここに来てから止まっちゃったのよ、うん、結構気に入ってたんだけどね、うん、うん、イブ、あんたのさっきの一発、うん、聞いたわよ、いやー、かわいい、うん、でもあれくらいしてくれなきゃ私目が覚めなかったかも、うん、ありがとね、たまらんそれにしてもずいぶん進んできたわよね、私たち、いつになったら出られるのかしら、いい加減足が痛くなってきたわ、それね、ずっと歩いてるからね、うん、イブ、あ、これ戻ったね、うん、じゃあそろそろしばらくするで、うん、関係ない、うん、イブ、日向ぼっこもいいけどそろそろ行かないと、かわいすぎ、本当のお日様見られなくなっちゃうわよ、かもよ、うんうん、かもよ、じゃあ鏡置いてみようか、置いてみようか、ほう、置いた、あ、あ、そうか、溶けるんだ、ドアの氷が溶けたわ、すごい仕組み、なるほど、光の反射を利用したのね、やるじゃない、面白い、うん、褒めてくれたなんだここ、なんだこれ、ちょっとなんか仕掛け、え、おう、何、怖い、何、スタート、ハート、何？ハート、あー、怖い怖い怖い、間違ってたんじゃん、違う、上上上よ、上の順番じゃない？これなんか、どういうこと？どういうことだろう、ん？それ以上上ない？いけない？いけない、あ、いけないんだ、うん、スタート、向きが違うってこと？体の、いや、いけない、多分なんかこの形、この下のなんか爆発してるやつに関係あると思うんだけど、うん、ちょっと写真撮ったから、あ、
どういうことこれ。どういうことだ。今ちょっと分かんないから、うん、ちょっとまた探索した方がいいんじゃない。あなるほど、謎解き系、うん、ハート目玉、うん、あハート、ここが最初じゃないじゃんハート。あーもう何が最初か分かんないけど、うんうん、どういうことかな。ハートこれは何、ここは何もない、うん、おお、うん、こんなのあった。ここはじゃあリンゴか、リンゴないないリンゴがなってるから、これリンゴのマークもあるから、どうなんだろう。ここはなんだ、ここは何の部屋だ一体。なんかあるかも。そういうのなしにして、ほんとだよ、ビビらせないでくれよ。ちょっと飛ばそうか、うん、あ、ぐるぐる、あ、やっぱぐるぐるあるわ、これマップじゃない、この下のさ、これマップじゃない、こう旧マップあったもんね確か、うん、ここ爆発してる、爆発か、うん、真ん中爆発、真ん中爆発、あ、蝶々の目玉模様か、目玉、あーそういうことか、かな、うんうんうん、で、ここはまだバグ、まあ、これ空気あるのかな、どうなんだ、なんだこの道、調べられたりしない、そこの奥行った時に調べられない、調べられないか、じゃあバグだなこれ、うん、ここには何もないな、うん、おお、びっくりした、ね、この青いのが本当に嫌いなんだよね、私なんか不気味だよね、うん、でここが太陽でしょ、うん、これも目玉に見えなくもないけどね、あでも太陽ここにあるしな、太陽、ハート、爆発、え、でもで結構いたよね、なんか、うん、でここがリンゴでしょ、うん、右上は？右上？うん、右上のマップ。って何かあったっけ？さっき上から多分来たから。うんうん。ちょっとそこ調べよう。ずっと見つめる？いやーやめた方がいいと思うな。やめた方がいい？うん。ずっと見つめよう。うん？お？おー。あー。三日月が映ってる、うんうんうん、あ、三日月ある、うんうん、バラの茎何、うん、こまずさ、このこれが何か分かんないんだよな、これなんだと思う、猫、この猫か、猫とかいた、猫、星も分からんしな、うん、ちょっとこの辺、うわあ危ねえ、あぶねえ、ナイスナイス、この辺ちょっとカットして編集で飛ばすかとか言おうとしたら、まあぐるぐる、うん、カットできるところがないな、これどこだ、うん、猫、猫多分当てはまってないマップのどっかにあるんだよ、うん、だから全部行ったよね、なんかマップ、うん、でもまだこのハートとかマークが分かってないマップの場所、右下だね、うん、右下に猫様子とかあったっけ、ここ猫、絵本の中に猫とか、絵本ばっかりないよね、うん、なんだろう、星とさ、うん、中身も星しか書かれてないわ、うん、おー、星、星がここか、うん、ってことは猫が左下か、あれ左下、うん、うん、左下のマップって何かあったっけ、何だったっけ、左下ちょっと掲示板調べてみる、うん、この先美術館か、あれどこだっけ、僕、あ、こいつ関係ねえしな、うん、
おお。おお。何この道。謎通路。ん？でもここが結局このなんかよくわかんないやつになるってことだよね。うん、猫がわかんないけど。猫じゃなくてこのこいつこの人形のこと言ってる。ああ、なるほどね。うん。で無理やり当てはめることはできる。やってみる？やってみよう。よし。順番をじゃあ言っていく。うん。真ん中上。真ん中上ここ？うん。で目玉だから。あ今ピンってなって食らわなかったもんね。うんうん、左真ん中。左真ん中これ。うん。オッケー。オッケー。右上。右上。オッケー。オッケー。左上。左上。オッケー。オッケー。右下。右下。オッケー。真ん中下。真ん中下ここが。オッケー。オッケー。右真ん中。右真ん中。オッケー。で左下。いけた。いけた。よし。よっしゃ。鍵。鍵ゲット。きた。イヤホン抜けた。イヤホンが抜けた。何かが落ちてる。プラスチックの鍵。おお。進めるー。行こう行こう行こう。オッケー。どこだ。プラスチックの鍵。どこ鍵かかってたっけ？あ、ここか？このハート？おお。音変わるのやめてほしい。とりあえずセーブしよう。うん。もうパッと行くね。うん。おもちゃ箱。あ、ここか。箱あってね。うん。おお。おお、ゆりちゃん。これがおもちゃ箱？ずいぶん大きいわね。うん。それにしても、わお。この中に鍵があるって書いてあったわよね。ああ、あの桃の家に、うんうんうん。そこが見えないんだけど、本当にこの中にあるのかしら。うん。うわ。行ってみたら。落とされた。メアリー。ちょっと落ちる時の効果音をプップ。あー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 。何これ。気持ち悪いここ。キモ。はあ、赤いバラがない。ギャリーもいない。ちょっと不安不安不安。ギャリーちゃんいないと。はあ、探そう。いけるのこれ。行きます。行きます。パパッと行きます。うん、多分この辺何あなんだ赤いバラとギャリーを探すんじゃない。あ、セーブ、セーブある。あ、ちょっと待って、ギャリーちゃん倒れた。あ、ほんとだ、うん、うん、うん、いった。あ、頭打った。イブ、大丈夫だった？全身が痛い。全身が痛い。全身が痛い。ちょっと、骨折とかしてないでしょうね。まあ歩けるみたいだから骨折はしてないみたいね、うん、びっくりさせないでよ。それにしても不気味なところだね。うん、何ここ落書きだらけ。ここがおもちゃ箱。うん、私たち上の階から落ちてきたのよね。うん、あの子に押されて、うん、とにかく鍵を探して戻らないと。うん、でなんか顔色悪いわよ。本当に大丈夫？大丈夫じゃねえだろ。バラないもんだって、うん、バラをなくしたって大変じゃないの。ここに来る前はあったんだから、おもちゃ箱のどこかにあるはずよ。探しましょう。りょまずセーブだ。して探そう。いろいろ調べたらいいのかな。なくね。あ、あった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 。あ、鍵があった。物の鍵。何？私にプレゼント？メアリー。あー、綺麗。くれるの？ありがとう。おい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 。バラ？うん。おいおいおい。あれってまさか。メアリー。すごっ。メアリー。あら、
イブにギャリー、探し物は見つかった？それより見て見て、この子がくれたの、綺麗でしょ。メアリー、それ、そのバラは…え？ああ、もしかしてこれイブの？通りで見たことあると思った。メアリー、お願い、それイブに返してあげて。どうしよう。イブ、返してほしいの？返してほしいよ。そうね、じゃあギャリーのバラと交換して。いや、ダメでしょ。うわぁ、なんか、ギャリーのバラって青色だよね。私赤も好きだけど、青はもっと好きなの。ほら、だからこの子も青なの。可愛いでしょ。あ、じゃあメアリーにもこれに見えてたんだ。で、どうするの？交換する？ギャリー、じっと見つめ返す。どっちがいいんだろう。どっちだろう。ギャリーさん的にはどっちなんだろう。見つめ返す。そんな目で見ないで、イブ。どんな目なんだ。心配しなくても大丈夫よ。私に任せなさいな。あげるの？いや、そっちの意味で見つめたんじゃないんですけど。わかったわ。私のバラとイブのバラ、交換してちょうだい。本当？いいの？ええ。やったー、綺麗な色。うわっ。魔王、急に魔王の笑い方。あー、言っちゃったよ。ほら、大事にしなさいよ。胸熱だな。でも犠牲にしてまでイブちゃん怒ってる。ごめんなさい。ありがとう。どうして謝るの？イブが悪いわけじゃないじゃないね。そんな悲しそうな顔しないで。いい人すぎ。バラならほら、今からメアリー捕まえて取り返すこともできるんだしさ。頑張りましょう。きっともう少しよ。いい人すぎ。もういい人すぎるんだけど。なんか暗くなった。何動くんじゃないか、何かが。何よこいつら。イブ、気をつけて。どこ行けばいいのこれは。あれじゃない、あの、うわー、階段。ああ、違う、階段どこ。上だ、死ぬ。好き。ありがとう。なんかある？青いボール。うわ、嫌い。うわ、いや、ギャリーさんにダメージいってんのか。ギャリー。イヤホン。イブ、あのさ、悪いんだけど先に行っててくれない？やだ。私ちょっとごめん。なんと言ったらいいのか。嘘なんてつきたくないけど、本当のことも言いたくない。動けるようになったら追いかけるから。やめて。先に行ってて。やめてくれ。本当に先に行くの？てて、マジか。行かないといけないのか。やだ、ギャリーさん。後で絶対迎えに来るから。ちょっと、待って、今バタって倒れなかった？大丈夫？おい。ちょっと待って。メアリー止めなきゃ。なんかこの上血濡れてんだけど。無理。あー好き嫌い、好き嫌い、好き嫌い、好き、やったー、これで私何？この辺。
普通にいいにしよう。おいおい、ゲリさん、ゲリさん、見に行こう。マジ？やだー。やめて。ゲリの手にライターが握られている。やだよ。ね、嘘、食べたくない。でも諦めるのも。諦める？諦めたらいけない、先に決めない、いけない、試合終了だから。キャリーからもらったキャンディーを食べて、ライターを借りた。借りたなんだね、ちゃんと返すつもりだ。返しに来るんだよ。イブちゃんも1だけどね。やべえやべえ、死ぬ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 。セーブしていいのかな、これ。セーブしよう。あーライターか。なんかラスボス感がある、何この殿堂入りの道みたいな。うわ、イブ何してるの？なんでどうやってこの部屋に入ったの？ここはダメダメよ、お願い早く出てって。早く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 、うわー、出ていけー出てけー、うわ、出ていけ、 上に逃げるんだ。うわー早い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 、メアリー、あーあー、いい時間になってしまった。次回メアリーから逃げるの巻き、の巻き。というわけでお付き合いでした。